やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。イェーイ、ズバッとのズバッとだよ。はい。今日のお題は、じゃん。地味にまだ占ってなかった。NHK のスクランブル化は可能なのか？もし、可能でそれをやった場合、お金払って見る人と払わない人、それぞれにとって、吉か凶かなんか悪いことがあるのかどうか、いいことだけなのか、それを占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップし、1本か2本動画アップしてます。ぜひチェックお願いいたします。個人鑑定の申し込み方法は動画概要欄と、あとツイッターに直近の受付状況が書いてありますので、ぜひご覧になってお申し込みくださいませ。はい。NHK のスクランブル化。なんか、ちょいちょいリクエストいただいてたのに、私、占ったっけ？占ってなかったっけ？と思って検索したら、占ってなかったですね。はい。占います。すいません。遅くなっちゃった。で、これを言ってるのは、まあ、N 国党じゃなくなったんだよね。何の党になったんだ？ NHK と裁判してる党弁護法。72条違反でっていう党なの？そういう党名になったの？もうめちゃくちゃな党名だな。うん。の立花隆さんが、党首がまだ言っております。NHK スクランブル化をっていうのを言っているんですけれども、まず立花隆さんから見ようかな。立花隆さんをカードで表すと何なのか。で、この NHK のスクランブル化するには法律がなんか必要らしいんですけど、スクランブル化っていうのはね、料金を払った人だけ見られるっていうことです。だからイメージ的には、あれ？なんか、Amazon プライムビデオとか、Netflix みたいにこう、料金払った人だけ見られるみたいな、あんなイメージかね。それでいいかな。うん。それは可能なのかどうか。払う人にとって、吉か凶か。で、払わない人にとって吉か凶か、もしかしたら、なんか、払わず見なくても、何か不利益なこととか、見る人にもね、なんか、あるのかな、と思って、ちょっと見てみようと思います。では、立花隆さんから行こうね。立花隆さんは何回か、タロットカードで表すとってやってる気が、もうしないでもない。立花隆さんをカードで、タロットさんで表すと、どんな人ですか？ズバッと出ました。ああ、女教皇の逆なんだ。でもそれ以外は全部いいカードだったよ。なんかさ、あの人いろんなキャラクターに変わるっていうか、演じるっていうか、そういうことができるじゃない。女教皇の逆だ。感情的でちょっと理性とか知性とか失ってるとか、それによってなんか自分を見失ってるみたいな、そういうカードがドーンってこう、本店にあるんだけど、細かく見ると、節制、これ自制心があるとかね、落ち着いてる。法も安定してるとか、寛容さとか、信頼されるとかさ、どっしりした信頼できるカードだし、正義。まあこれ正義感なんだろうね。よくわかんないな、と思った。そっか。え、これがなんか演じてる姿なのかな？どうなんだろう？本質が女教皇なのか。まあ、これがなんかキーカード。女教皇の逆なんだけど、細かく見るといいカードばっかりだから。え、すごい二面性があるのかもね。どうなんだろう。なんか人格が結構、本当にバッサリこう分かれちゃったりしてるのかな。こういう時の人格はとか、こういう時の人格はとか、わざとやってるのか、使い分けてるのか、無意識にそうなるのかわかんないけど、なんか両極端な、二面性みたいなの持ってそうだなって思った。うん。はい。でも、すごいなんか悪さをするようなカードはないんだよね。すごい悪いみたいなカードじゃない。うん。はい。じゃあ、NHK のスクランブル化っていうのは可能なのか。日本でそういう法律を作って、有料で料金払った人だけが見られるシステムにするよってなったら可能なのか。あ、ズバッと出ました。可能だね。難しそうだけど、道は困難だけど、可能って出てる。うん、最終結論が法だから、全然いけるね。すでに、なんか皇帝を背景にマジシャンだから、政府とかでもそういう話出てるんじゃないかなって思った。もうすでに。立花隆さんだけじゃなくて、うん、政府とかでも
なんかすでにね、そういうアイデアとか話し合いとかこっそりしてるんじゃないかなーなんて思ったりしましたね。で、この先ちょっと釣り人なのですぐっていうわけにはいかないし、立場も星の逆を背景に太陽の逆とか、環境も節制の逆とかだから、いろいろ逆境荒波ばかりよ。うん、簡単にはいかない。お金の流れの課題っても、まあね、組織を根本的に変えることになるからね、NHK 自体を。うん、めちゃめちゃいろんなものを壊さないといけない。NHK をぶっ壊す!ぶっ壊す!みたいなあれですよ。まさに。そういう過程があるから、超困難な道ではあるけれども、最終結論法なので、イエスって言ってるね、できるよ。そういう法律作れるよって、タロットさんは言ってます。対策注意点戦車なので、もうこれはやると決めて突き進めれば、できないことはないって言ってますね。ほう。できるんだね。できそうよ。はい。じゃあ、払う人にとって基地か強化。これは、まあ、見たいから払うから、基地、今日とかあんまり別に考えないだろうなとは思うけど。ちなみに私、我が家だったら絶対払ってみると思う。うん。何しろ、旦那さんもテレビ大好きで、もうほんとめちゃめちゃいろんな番組録画してるのよ、民放 NHK。もう、すべて。いっぱいいっぱい録画して、すごい1.5 倍速とかで旦那さんザーって見てるので、それも私も一緒に横目でチラ見してるみたいな感じなんだけど、テレビ大好き一家なので、我が家は NHK がないとちょっと生きていけないので、うちは払ってでも見る派ですね。他の Netflix とか Amazon プライムも全部払ってるし、まあ映像系は全部、はい。うちの話題なし。払う人にとって基地か強化ね。はい、ズバッと出ました。まあ、いいかな。気になったのは、取り巻く環境と立場のところが悪かったから、何かなと思って。まあでも、総合的に見て、満足感はあるかな。払ってみるっていう人にとっては、特に何の支障もなく、満足感のある、こう、豊かさ。うん、自分の、その情報、映像、求める、豊かなそういうものを得られ、享受できるみたいな、カードは出てる。立場は何だろう?法王の逆が出てるの。何だろうね。未完成。何だろうシステムはあんまり未完成で、不正して見られる人が出るとか、お金払ってなくても見られちゃう道が、抜け道ができちゃうとか、なんかそういう不公平感かな。何だろうな。なんか変なカードがこの辺出てるけど、まああんま気にしなくてもいいかな。とりあえず、お金払ってみるよって人は、何の不便もなさそう。じゃあ、払わない人、払わないでも NHK はうちいりませんっていう人にとって、基地か強化。これはどうなんだろう。災害の時とかさ、なんか、何かあった時、やっぱ、NHK が安定してないニュース的に、そうでもない?私はなんかそういう感じが、を受けるんだけど、どうなのかしら。民放だけでそういう、もしもなんか、日本中を巻き込む何か、大災害とか、大事件とか起きた時に民放が機能するのかみたいな。あ、ズバッと出ました。ああ、全体的にこれも払わない人にとっても満足かな。このタワー、注意点タワーを除いて、まあ、払わなくなりました。こう、新しい体制になって、もう私は払いません、見ませんって言うと、皇帝が逆向いてんだよな。皇帝が逆向いてるっていうことは、なんだろう、政治的なこととか、政府の声とか、なんかそういうのがなかなか入ってきづらくなるかもしれない。どうかな。でも、おおむね満足かな。最終結論審判なので、うん、もう満足、満足感ありだよね。もうこれでいいよ我々はってなりそうだけど、注意点にタワーなので、やっぱり何か有事の時とか、大きな災害とかの時は注意かなっていう感じかな。それがなければ、それ以外の普通の時は何の問題もなさそうですね。うん。
なのでいいのか、全体的に。はい。あと、あれよ、Eテレ、Eテレ。NHK の改革の中で、Eテレをなくすっていうのは、国民にとって基地か強化。Eテレが金食ってるんだよっていう話なんですけれども、でもさ、教育系こそ、こう、無駄に思えるけど、お金かけないとああいうEテレのさ、みたいなクオリティのいいやつってできないじゃん。私は、不要ではないと思うんだよね。旦那さんもそれ派で、さ、Eテレはなくしちゃいかんって言ってるけど、Eテレをなくすのは基地か業か。どうなんだろう。むしろ NHK 本体っていうか、あっちのニュースなくなってもEテレだけは残してくれっていうくらい、Eテレにめっちゃ、うちは依存してるっていうか、Eテレ様々だから。ああ、ズバッと出ました。ああ、そうね、うっすら悪いかな。Eテレがなくなりました。その瞬間タワーなのよ。悪い方のトラブルだよね、これは。うん、トラブル、アクシデント。で、近い将来も星の逆でしょ？なんか高い志みたいなものをさ、こう、持ってやってきたものがなくなっちゃいましてですね。なんか国民にとってはこう、不透明だった部分が、なくなる。不透明なお金の使い方がなくなってすっきりするんだけど、でも最終結論女帝の逆なので、さっきのの、払う人にとって基地か強化の時、基地があって女帝でね、豊かさを享受できるって言ったけど、うん、豊かさ、あとお母さんかな、お母さん目線でEテレってすごい助かるじゃん、ね、いないいないパートを見つけたとお母さんと一緒をさ、見せとくとその間静かでいてくれるみたいな、マジックあるじゃない。ああいう、あれも表してるかなと思って、この女帝の逆、お母さんが困るんじゃないだろうかみたいな。なんとなくこう、文化的なこう豊かさとか、またお母さんへの優しさみたいなのが、ちょっと欠けた生活になるかなっていう感じはするかな。ただ対策注意点マジシャンが出てるの。まあそのくらい工夫してなんとかやるよっていう。まあね、言われればそうなんだけどね。うん、Eテレがなくなったところで他のことを工夫して、駆使して頑張れやみたいな。それもわかるっちゃわかるけど。はい。こんなところですね。はい。以上 NHK について占いましたが、いかがだったでしょうか。じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん、じゃんけんぽい。グーなので、パーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ。ありがとうございます。